アドルフ・ヒトラー特攻隊は1923年5月に結成された国家社会主義ドイツ労働者党指導者アドルフ・ヒトラーの護衛部隊である。1923年11月のミュンヘン一機におけるクーデターに参加し一機の失敗後解散された。この後継組織として1925年に新英隊が結成された。当時陸軍隊員で ナチ党に属していたエルムストレームは国軍の第19迫撃砲中隊から護衛部隊を編成し突撃隊が結成された。ドクロの紋章をあしらったバルト義勇軍旗1923年初頭、ヒトラーは別の小部隊による護衛部隊を結成するように命じた。当初、この部隊はユリウス・シュレックとヨーゼフ・ベルヒトルトが指揮を取る8人から、 なる部隊で構成され、シュレックはプロイセン王国やドイツ帝国で精鋭部隊が使用していたシンボルであるトーテンコップを当時用いていたドイツ義勇軍にあやかり、部隊の起床として用いた。1923年5月、この部隊はアドルフ・ヒトラー特攻隊と改名され隊員はヒトラーに忠実なメンバーからなった。結成当初のメンバーは20人以下の規模であったが、 あとに、隊員数は、約100人近くに上った。1923年11月9日、特攻隊は突撃隊や、他の義勇軍などと共に、ミュンヘン一機に参加した。一機の失敗後、ヒトラーは投獄され、突撃隊や、特攻隊を含むすべての関連組織は解散された。ミュンヘン一機の裁判における、特攻隊主要幹部の集合写真。ありがとうございます。